今日は僕の信楽の陶芸の師匠がいる場所にやってまいりました。早速行ってみたいと思います。おお、先生来ましたね。来ましたよ、久しぶり。ありがとうございます。よく来てくれたやん。どう？すごいとこですね。いや、ほんますごいとこやろ。山、ここが先生の秘密基地。秘密基地趣味でやってるからこれ。いいとこだなあ。じゃあ、はい、じゃあ、はい、すごいね。入ってください。ます。おお、ここですごい、あのちょっと後で作ってもらうんだけど、はい、これも、これはこれからほんでもう焼けたやつとかもあるんだけど、これも綺麗ですね。そうやね、これも最近のやつ。すごいな。陶芸教室みたいなのして。ああ、そうなんですね。一緒に焼いてやったり、ね、子供たちもさ、なんか作ってやったりしてるわけよ。焼き方もやっぱ難しいんだよな。実際巻き窯だし。そうそうそう、巻き窯やな。はい、あのほら穴っていうのはさ、うん、掘って穴なのよ。はいはい。でも俺の窯は、はい、上にこう乗っかってるじゃん。はい、だからこれ巻き窯っていうんだけど。なるほど。うわーすごい、趣味やから。うんうんうん。でもこれ一応な、でも焼けてる色はしてんの。これほんまやったら中の辺ももう結構ハイカー売ってんだけど。はいはいはい、めちゃくちゃ立派。でもう一回やって作り直して、はい、鉄でやっぱりくっつみたもん。そっから調子よく今5回目この前やる。なるほど。どうぞ。うわ、どう、なんすかここ。どうですかこれ。どうぞ見てください。これすごっ。全部だからあそこで焼いてるやつ。おしゃれ。わ、これすごい。キラキラな色を触って、触って、いいよ。これ綺麗やな。キラキラやろ、緑。ちょっとまだ他のやつとは違うね、うん、いい色だな。これもかっこいいな。じゃあでもそういうイメージで一回まだ作りに行くか。マジですか。な、よし、やりますか。やりますか。やりましょう。はい、じゃあ作りに行こう。はい、よし行こう。じゃあ頑張って作ろうか。いや久しぶりだ。よいしょ。さあ、どんなお皿ができるかな。信楽の土はさ、やっぱり小琵琶湖層ってな、はいはいはい、昔だから信楽のこう南の方は琵琶湖やったわけよ、はい、それが今こう言うたら何百万年かけて今のところにあるんだけど、うん、それが400万年ぐらいの琵琶湖層やな、うんうん、でそっから
出てくる土が、うん、今それを使ってるんだけど、すごくこうの粘りがあって、はいはいはい、で今これこの土とか触ってると、うん、結構ほら粗い粒々のやつとかさ、はいはい、ちょっとたまに引っかかるやろ。ありますね。でもそれがちょうど作りやすかったり、なるほど、こう割れにくい土なわけ。うん、うん、結構あの信楽焼きっていうのも有名か知らんけど、信楽、うん、の土っていうのが意外と有名。なるほどね。ああ、この土を求めて、うんうん、買いに来る人、そう、わざわざ買いに来る人がいるわけ。はい。ああ。だから信楽の土っていうのは昔から、割れにくくて、で大きいものも作れるからさ、昔はまあそういう大きいものも作ってたけど、うん、今はもういろんなのを合わせて、はい、食器でもそうやし、なるほど、ああでもしっかり芯出てんじゃん。出てるのかな。出てる出てる、大丈夫大丈夫。まあ、そうやって昔からさ、うん、信楽のそういう粘土を使いながら大きいものから小さいものまで信楽作ってきてたわけよ。はい、まあ火鉢の時代も早いけど食器とかな、はいはい、でもどう、久しぶりにこう信楽に来て、うん、なんかこう感じたことあった？なんか、うん、あの撮影でお世話になった現場とかも今日行ったんですよ。はいはいはい。みんな優しいそうやね、優しい人間、人間いうかね、うん、やっぱりあったかい人たちが多くて、そうそうそう、それが嬉しかったですね。すごくこうみんなが、うん、なんか団結してる感じがするし、ね、いやなんか、うん、伝統を大事にしている人たちも多いし、はいはいはい、うん、そういうのが、うん、ちょうどだから人と、なんかそういう伝統の技術がこうマッチしているかね、うん、でそれにこうやっぱ来てくれる人っていうお客さんもやっぱり大事だからね。そうですね、うん、だから結構その人が覚えてくれるとか、はいはいはい、なんかそうなんだ、やっぱ信楽の人大事にしてるよな。あ、そう、ほんでもうな、え、この前からだから去年の正月やんな、あれ東京で陶芸大使の移植式をやったんや。はいはい、やりました、ね、だからすごいやっぱり松下君はだからこの前あえて東京で陶芸大使に任命されて、うん、やっぱりこう信楽って、うん、まあ、いいじゃん、できた、いい感じやん、全然できてるやん、できた、きれいきれいやん、うん、やっぱり松下君がそういう陶芸大使とかで、はい、なってくれてるおかげで、はい、なんかこう心強い人が東京にいるなとは思ってるわけよ。本当ですか。いや、そういう意味で言うたらだからなんかこれから松下君がどういうふうにこうしぐその陶芸大使として関わっていくのかなみたいな、うん、なんか僕ができることって、うん、あのここに来て、はい、物作ってる人たちと一緒になんかこうこうやって会話したり、うんうん、一緒に物作ることしか多分できないと思うんですよ。あ、はいはい、でもなんか何よりそれが大事なような気はしてて、あ、実際に来て、うんうんうん、物作ってる人たちと触れ合ってこうやって一緒に物作ることがなんか大事なような気がしました。貧、はいはい、しく言うてくれるようにやっぱり来てそのみんなのこう人情みたいなのを感じてくれたり、うん、まさにまさにそうです、ね、逆にそういうのをこう広めて、はい、逆に信楽じゃない、信楽ってなんかおもろい人いるでみたいなもうそれぐらいでちょうどいい、真ん中がちょっときれいになってたら、ああすごいな、いや覚えてるね、覚えてました。ほんでそれで切っちゃいますか、はい、ああおお、やるやん汚れたけどいい、でもきれい、いや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 、きれいにできた、はあ、いいのができました。難しい、素晴らしい、でも2枚できた、うん、体が覚えてるやんでもできた、できたな、はい、これ良かった。でもこれほんまは焼きに来てほしいけど、そうですね、まあ、今回は俺がまだしっかりちょっと焼いとこう思うので、はい、ありがとうございます。楽しみにしててください。楽しみにしてます。はい、上手でした楽しかった。はい、ありがとうございます。
焼き上がり楽しみにしてます。はい、楽しみにしてて。ありがとうございます。楽しかったですね。いや本当に焼き上がりがすごい楽しみです。いいところでした。おおうわっ、色が、あ、これはあれです、紙の色でしたね。すごい綺麗に梱包していただいてありがとうございます。うわー素敵です。うわー綺麗に焼いていただいて、しかもここにちゃんと、サインがコート入っております。僕が入れさせていただきました。うわーすごいです、綺麗、ありがとうございます。そしてもう一つ、こちら、これも綺麗に梱包していただいてありがとうございます。うわすごい、うわかっこいい、すごいこう光沢のある、綺麗な釉薬をつけていただきました。これめちゃくちゃかっこいいですね。ありがとうございます。いや本当にあの信楽焼はこう手に触れた時のね、このなんていうんでしょう、ちょっとザラザラした感じがすごいこう癖になる、独特のこう焼き上がりがすごく魅力的だと思います。あ、ちゃんとねサインも残ってます。わあ先生ありがとうございます。大事に使わせていただきます。